前置詞十一。ビルウィーン、アマンの違いについてです。はい、このビルウィーンとね、アマン、まあ、日本語的なアマングなんですけれどもね、えー。ほにゃららの間というふうに訳します。でもね、二つあるということは、ちょっとだけ違いがあるのでね。それを学んでいきましょう。スタートです。例題です。問題はこちら。ズドン。 次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい2つ用意しました上ナンシーはケーキを2人の息子たちに分けた下ジェーンはケーキを3人の息子たちに分けたということですねまあこの授業のレギュラーメンバーナンシーは2人の息子さんがいるとでジェーンは3人ほうそれ以外に何か気づくとこありますナンシーとジェーン別に名前はどうでもいいしディバイで分けるザ・ケイクも一緒「ハー・ケ two sons three sons。なるほどね。この二人の息子たちに。っていうのと。三人の息子たちに。ここの部分に入る前置詞の違いが。二なのか、三以上なのかという区別になるんです。はい、ということで、今回も早速、t ィーケーズポイント。え、早い、うん、そうなの。それじゃ、行ってみよう。ティーケーズポイント。はい、t ィーケーズポイント。 ビルウィーンとアマンはの間でって訳すんだけどビルウィーンは2つの2つの間でっていう時に使うんですそれに対して3つ以上3人以上の間でっていう場合にはアマンを使うんですあんまりこう「アマングー」とか言わないからねアマン鼻鼻濁音だからねアマングーじゃないからアマン。 なんですけれども、はい、三つ以上ということ。はい、え、はいじゃないというところ。これだけポイント。ビルインは二つの間。エムは三つ以上。これだけ。ね、簡単だったでしょはい、それじゃあ戻るよ。トゥはい、というわけで、二人の息子たちの間で分けただから。ビルウィーン。はい、二人ですからね。二人の間でと。 TK's、ね、ポイントは2つのって言ったけど今回息子さんたちって分かってるから2人の間ではいでした Jane divided as a cakeAmen はい3人の間でとはいこのようになりますよろしいでしょうかはい2人2つの間はィン、三つ三つ以上 n 3人以上の場合は Amen これを使うということが今回のポイントです。はい、早速まとめです。早い、なことはない。こちら、バン。ビルウィンマンの使う違いということ、ビルウィンは二つの間です。 ね、それに対してことですこの授業は基礎から丁寧に積み重ねるってやってるんで逆にねこういうところも丁寧にやってて覚えることが増えちゃったっていうことじゃなくてみんなが適当にふわっといっちゃうところ我々は自分不器用なんでっていう形で丁寧に見てるっていう感じねそんなにあの、ね、難しくないでしょメルギーンは2つ「アマン」は3つ以上3人以上ここだけポイントです。